どうもこんばんは、ウエストランド井口です。河本です。いやー、明けましておめでとうございます。2012年一発目ですから ね、今年もよろしくお願いします。めでたいですね。めでたいですね。まあちょっとね、あの1週間、うん、あ、2週間空いたことなんですか ね、1回お休みしましたんで ね、1月2日は放送なかったので、やっていきたいと思うんですけども、はい、まあ、あの正月も挟みましたんで、はい、いろんなことありまして、ありましたね、いろいろ。ちょっと前も言ってましたけど、レッドカーペットの放送が、うん、1日、1日の元旦の早朝ありましたからね。見てくださった方いるかもしれないですからね、本当ありがとうございましたね。朝早くからね。どうでした、反響とか。なんかビデオ撮ってみたっていう人が多かったですね。まあまあ朝なんで、そういう人もいるでしょうし、まあね、あんだけのメンバーの中には僕らも入れたっていうことも ね、意味ありますし、うん、まあ僕その後、まあバイト行きまして、うん、まあ、バイト先の人にもちろん店長とかには芸人って言ってますけど、うん、知らない人たちもいて、その学生の女の子とかいっぱいいるんですけど、そしたら行った瞬間ちょっとニヤニヤしてるんですよ。おはようございます、入ったら、うん、あ、これもう確実に見たなっていう感じがもうあるんですよ。それ何、その他のバイト先の人に聞いて見たとかじゃなくて、たまたま見たって、たまたま見て あいつ出てきたって、嬉しいというか、まあよく気づくもんなんですね、本当に、うん、いや別にお前が気づくだろう。まあ気づく、でも本当にバイト先では別に僕もうそんなに絡みもある人じゃなかったし、僕深夜しか入ってないんで、今回のバイトは抑えていっとる。しかも深夜しか入ってないんで、その、うん、普通の時間入ってる人とあんまり交流ないんですけど、若い子とね、すれたおっさんしかおらん、すれたおっさんしかいないことはないですけどまあ見ましたよみたいな、うん、言っていじってきた、そうだったんすねみたいな、なんか言い方してきて、なんか芸人さんなんですねとか言わず、うん、なんすかそうだったんすか井口さんみたいな、水臭いっすよみたいな、なんかそうだったんすかって言われても、口臭いっすよ、いや口臭いっすよとか言われてないんですけどそんなこと言われてない。まあまあでもね、見てくれてるだけね、うん、ありがたいですからね。その事務所の人たちもね、よかったよレッドカーペット、よかったよレッドカーペットは、よかったよレッドカーペットはね、よかったよという、うん、まあ、はっていうなんか意味があるんでしょうけどね、本当に。まあまあそれはまあ伏せときましょうよ。いや伏せとくわけにはいかないんでね、いや伏せとけよ。1月1日の元旦にレッドカーペットをさせていただきまして、うん、3日ですね、に東西寄せに爆笑問題さんが司会やられてるネタをね、はい、大阪と東京中継でつないでやる番組にね、僕らちょっと急遽最後のエンディングだけ出させていただきましてね、30秒ぐらいね、30秒ぐらい出していただいたんですけど、ここしかこれでねドカンと行くしかないっつって、まあそうですよ、あれで、うん、でまあ入ってって爆笑問題さんにお年玉くださいよって言って、うん、でなんか面白いことをやったらお年玉あげるよって言われて、なんかあれ何だったんですかね、面白いことやった、見てくれた人いますかね、もう一回やってみる、あれ、いやもう殺すぞなんかこいつは顔芸を急にやって、なんかとんでもない空気になって、まあまあある種貴重ですよ、ケーシー高峰さんがあーあって言ってましたからねなかなかそんなね、なかなかそんなことはない、こいつら病院連れてきますわって言われましたからね。まあまあなかなかないんでしょうけど、何なんですかあれは、本当になんでああいうことをする、いつも僕これ本当にちょっと最近のこいつに対するクレームで、うん、なんか頑張ることがかっこ悪いと思ってるのかなんか分かんないですけど、大事な時に妙にやらないっていう、なんかレッドカーペットとか、うん、その東西予選の直前に打ち合わせしようとしても、いいよいいよやんなくていいよみたいな、急になんかスタンス、あ、レッドカーペットはあれはお前めっちゃ緊張しとったから、そ、緊張というか合わせないとネタもね決まってないし、合わせた合わせたいって言うけど、俺はまあ見てもらったら分かるんですけど、仕事量が少ないんですよ、まあセリフ量がね、でそのこいつが合わせた合わせたいって言うから、僕はずっとやだやだって言って、僕は別に合わせなくてもいいから、いや合わせなくてもいいって、でも飛ばす可能性はこいつもありますから、ね、意地悪、いや意地悪というかだったんですよ、それがあだとなり東西寄せ で東西寄せも僕考えてたんですよ、なるほど、やることもね、はい、だけどまあそれをこいつに事前に言ったら、まあ、そんなダメだって、いやその下ネタダメだって、いや下ネタダメに決まってますから正月から正月の NHK の生放送ダメな要素が揃ってます、そしたらあんなことになった、まあだから本当にダメですよ、その前に井口様に滑らされた、いや僕のせいでは一切ないですオンバトの勝者コメントの時も俺に考えがあるって言ったら前回と全く同じことするっていうミスを犯してますから、必ず僕を一回通してくださいね、やる時はもう不安なんでね、まあまあまあ見てくれた方はねありがとうございます、いや僕に謝られても視聴者の方がね、ごめんな、なんか言えれんかったここまで一発しますよ、いやいや別に全然ここで本気で反省されても困りますから、まあね、ありがとうございました、見てくれた方ね、今年はねだから三段地でのうちで2回テレビに出れたわけですからね、いいスタートですよね、このままね2012年はね、3分の2か分からんけど、だから3日のうちの2日出たという3分の2合ってますか、それはね、いやいいんです、それは1回1回反省するのはもう反省することだけで30分終わりますからやっていきましょうよ、まあまあね、そんなことねえわお前、そんなことないよ、もやったこともあるだろ、いや全然そんな感じになってないですが、一つも大丈夫ですけど、まあまあ頑張っていきましょうということでね、まあそれ以外にも2週間空いたんでいろいろありましたけど、ありましたね、このユーストで前も取り上げたなでしこの女子サッカー選手の原ちゃん、うん、
っていう原夏子選手、日テレベレーザの選手の試合を見に行くことにしてて、あーらしいですね。で、あのタイタンのね、うん、小林さんと、うん、このユーストやってくれてるね、ね、アバンテーベの社長ですよ、と見に行くことになって、で、朝だったんですけど、その試合、朝というか11時キックオフだったんで、うん、で、国立競技場だったんで、あの千駄ヶ谷駅に、じゃあ10時ぐらいに待ち合わせしますか、うんうんうん、というか、それを小林さんが言ったんですよ、10時ぐらいにじゃあ待ち合わせるみたいに言われて、うん、あ、じゃあ全然いいですよって言ったら、うん、あの直前というか、分かりがに、やっぱりちょっと11時には俺行けるか分かんないから、みたいな、おい、急に、何の1時間そう全く分かんない、だからキックオフまでにはまあ行くから、先入っておいてみたいな、なんかちょっとおかしいなと思って、その段階で。妥協案がすごい、ね、妥協案すごいんですけど、うん、で行って、まあ、僕、10時ぐらいに行って、うん、まあ、10時半ぐらいになってもまだ来ないんで、まあ、小林さんにメールして、まだですかみたいな、何にも帰ってこないし、あれ、これまさかと思って、キックオフの時間になっても結局来ずに、マジで？で、なんか連絡したら、お前はもう見よった。もう入って、一人でだから、国立競技場で見て、嫌じゃな。それも嫌ですよ、一人で見るのもね。そしたらなんか今起きたみたいな、キックオフしてから起きて、あ、マジで。いや、それでもじゃあもうその前の日からもう寝坊することが分かっとったっていうこと。まあ、何だったんですか。それが分かっとんなら起きれるはず。いや、そうなんですよ。だからキックオフして起きて、うん、でもまあなんか後半までには来たんですよ、なぜか。その頑張りもまあすごいですけど、キックオフの笛で起きたんですよ。そんなことないでしょうけど、だから本当に、ね、朝がけまで届いた。騙されましたよ。だからで、あの僕一人だったんで早めに着いていたら、あの子供が一人ですよね。子供ばっかりだったんですよ。あの休日、冬休みぐらいでの、うん、あの早い平日の昼間なんで、で、子供は無料で入れるとかなんで、サッカーガキが、そんな言い方ないですか。サッカー少年少女がね、いっぱいいるわけですけど、サッカーガキ、そんなのないですからね。あの少年少女たちがね、うん、いるんですけど、あのなでしこジャパンの選手が募金活動みたいなのしてて、うん、鮫島選手とか熊谷選手、その有名というか、ワールドカップで優勝したメンバーが、すげえ、で、朝だったのに誰もいなくて、人がなのに、もうなのに、うん、まあ、その後いっぱいどんどん来ましたけど、僕が行った時間誰もいなくて、うん、まあ、せっかく上島を募金して握手みたいなのしてもらおうと思ったんですけど、うん、それ小林さんいればね、まだなんかノリで行ったりして、うん、なんかできるじゃないですか。まあ、男2人でね、わーっといけるけどね。僕1人ってもう本当に本格的なオタクのやつみたいになって、うん、ビジュアル的にもちょっとね。でも一応ここユーストもあるし、うん、なんか話題にもなるし、ここで見ただけっていうのもつまんないんで、うん、まあ、募金して握手もして、何もした、募金は普通にまあしましたけど、そんな大した額じゃないです。何ぼしたか教えて。何ぼしたか忘れましたけど、100円ぐらいじゃないですか。まあ、それはいいんですよ、気持ちですからね、それは。膨大な額が。いえ、そんな大量にできない。まだ小林さんに出する可能性はありますけど、まあまあね、自分のあれでやってますから。四角いの言っときゃよかったな、四角いの。四角いの言っても、まあ、それでね、して、まあ、握手してくれるんですけど、こんななんか、子供みたいな。子供みたいな大人でしょ、子供ならまだしも。目はすさんどる。いや、目はすさんでます。目だけはしっかりすさんどる。いや、だからその握手もしてくれますけど、なんか、ちょっと嫌がってる握手でしたもんね、やっぱり。向こうサイド。ちょっとなんかこういう、おいおい、一人で来たで、みたいな。一人で来たで、みたいな雰囲気あってね。すげえ嫌でしたもん、だからもう。年の瀬に？年の瀬に。それまあね、本当年末だったんで、すげえ嫌でしたけどね。まあまあね。で、結局いつ来たの、小林さん。小林さん、後半始まる前に来て、小林さん来た瞬間に僕らが応援してた原ちゃんのいるベレーザは失点して結局負けましたから、うん、もう最悪じゃんかも。しかもその、交代選手が出てくると、うん、もう原ちゃん変わるんじゃねえかみたいな雰囲気もあるんで、そんな活躍してなかった。活躍してないことはないけど、まあ、サッカーは結構交代もあるし、うん、だからもう小林さんとね、なんか見に行くとかやめた方がいいですよ、本当に。来ないし、悪いことは引き込むし、まあ、プロレスとかもね、行くあれありましたもんね、約束もしてましたもんね、前ちょっとありましたけど。だからツインターの福田さんが浜崎歩みのコンサートに行ったって言った瞬間、この間さっき小林さんが、うん、僕も連れてってよみたいな言ってましたけど、絶対行かない方がいいですから、ね、来ないですから、来ないですから、ね、来ないですから、もう最悪ですよ、うん、まあまあ、ね、アリーナーって言った時に起きた。浜崎歩みがアリーナーって言ったタイミングで起きますからね。もうそういう人ですから、本当に。まあまあ他にはね、あとまあこれはずっと続けて言ってますけど、ドラマの、うん、撮影も僕2日、うん、TBS でやる、うんうんうん、恋愛ニート、金曜ドラマに一話、ね、いや、そのドラマの批判は絶対してダメですから、僕のこと悪口を言ってください、言うなら。まあ、それに1話だけ出させてもらうということで、でも2つシーンがあったんで、2日行ったんですけど、2話出るということ？いや、1話しか出ないんですけど、2個別のシーンなんで、あ、そういうことか。撮影は2日間行ったんですけど、うん、で2日目に行って、まあ、大西さんがね、ツインタワーの大西さんも出るんで、うん、先に出回って入ってたんで、うん、もうついてますかみたいなって、いや、ついてますよって、今日なんか台本になんかメッセージありますよみたいになって、うん、なんか楽屋に着いたら台本が置いてあるんですよ。事前にいただいてるのとは別に、うん、そこに当日の、まあ、撮り方とか結構セリフが変わったりするんで、まあ、それがあるんで、それを見るんですけど、うん、そこになんか僕の台本のところに2日目行ったら、うん、もっとオーバーな演技でお願いしますって書いてあったんですよ。
だからあ、まあ、初日にちょっとやっぱミスったかなと思って、こんな、まあ、申し訳ないというかやべえと思ってまあ、2日目結構オーバーな演技でやって、まあ、今日なかなかいいですねみたいな感じで、あ、よかったよかったみたいになって、期待に応えられたって。で、まあ、撮影終わって帰大西さんと2人で帰ってる時に、あれ気づきましたメッセージみたいに言われて、ああ書かれたんでちょっとやっぱ気引き締まりましたねって言ったら、えみたいなして、あれ僕書いたんですよ大西さんのいたずらに気づかず僕勝手にオーバーな演技撮影でして、まあ結果良かったからいいんですけど、まあ良かったな。そんないたずらあります？変なことだったらまずいもんな。変なこともっと抑えてみたいな。で抑えてたらまずいですけど、オーバーな演技でお願いしますみたいなの書いてあって、わけわかんないそのいたずら自分のやつにも書いてます大西さんも、なんか自分のところにも自分に対するメッセージバレないようになんか、ああもうごまかすためにお前しっかり台本読み込んできてくださいみたいな、なんかいや周到じゃな。でも全然その嘘もばらさず、帰り際に初めて聞いて気づかなかったんだよお前。全く気づかなかったんでね、1月20日の放送でそれだやっちゃいけんいたずらだよいやそうですよ本当にどっちかというとそうですよ。ほんまにまあまあオーバーな演技でね、とちっちゃいけん現場じゃが。でもなんかまあ褒められたんだね初日よりは。 TWL とかだったらいやTWL とかだったら全然いいけどね。あのそうですよ、だからもっとわかんないです、僕 の台本以外にもやってるかもしれないですけどね。中村圭さんの台本とかになんか指示書いてたら面白いですけどね。それぐらいやってほしいですけど、ね、やるんだったらな、やるんだったら、まあもう二度とあの芸人としてはもう浮いてこれることになるでしょうけど、まあまあそのドラマのね放送また近くなったら告知もしますんで。20日だったっけ、20日に第1話って、その第1話にあの僕出る、絶対見る、見てくれるんですよ見ない感じで言おうとしたけどあんまり、ね、批判してもダメで、いやあのドラマ自体本当にすごい面白いんで、もう僕も5話ぐらいまで台本勝手に読み込んでますから、待ってもらってないのに勝手に現場行って落ちてる台本を読んでいや落ちて置いてある台本を読んで、いやあの空き時間がやっぱ結構あるんで、あ 読, みで、まあ、読み物として読み物として面白いなって分かるんじゃ、そのセリフのやり取りで、そのだから分かる、もうドラマが浮かぶぐらいちゃんとしっかり書いてあるんで、あその情景とかも書いてある。で僕まあ、 あの2日目行って、で最初ちょっと撮って、で1回休憩入りますって、昼休憩みたいな1時間撮って、でじゃあ再開しますって僕また言ったら、でじゃあ井口さんここ来てくださいって来て、ってまあなんか言って、あもう井口さんいいですねみたいになって、休憩挟んでぬるっと終わるみたいな感じになって、そのままバラシになって、そのままなんかだから何にもなく、そのなんか別にちょい役だからあれですけど、僕そのシーンでもう終わりなんで、なんか井口さんありがとうございましたお疲れ様でしたみたいなのちょっとあると思ったけど、あもう出ないんでお疲れ様ですだけで終わって、なんかすげえなんかその後の撮影もあるし、撮影なんかすげえ寂しい感じになって帰ったそのまま。いやもう意地になってちょっとあの衣装着てたんですけど、ちょっと役とかまだ言えないですけど、その衣装のままずっとこううーんみたいな、なんかずっと一か八かいてみたいですその場にもう意地になってなんかあるな、いやもう結構僕放り込んでったんですよ、もういいやと思って、なんかいやなんかまだあるんじゃないですかねみたいなって言ったら、あゆきさんどうしたんですかみたいなって、いやなんかもう終わりかちょっとあるか分かんないですよねってちょっと確認してきますみたいなって、あ確認はいいですけどみたいなって確認してきて、あの監督さんとかに聞いて、あ絶対ないけんな、ゆきさん終わりですみたいなってで、ああそうか終わりかーみたいなって聞こえたら、もういたたまれなくなったけど、スタッフの人があのじゃあちょっとツイッターの方に出てもらうんですって、あのいすぎて番組のツイッターになんか出れることに、その写真を撮ってね、あ出れることになって、放送終わってからですけど、あの恋愛ニートのツイッターが今やってて、あ映画すごい、そうそう、あのいて見るもんね、粘りがちじゃない、粘りがちですよ衣装のままずっと着替えずこうこれどうかなみたいな感じでいたのがね、まあ良かったですけど、鋼のハートですね。いやもう、ね、俺だったら速攻帰りますけどね。いや本当に居続けてやりましたからね、セットのちょっともう映るぐらいのところに、なんかドラマの現場って本当に分かんないですからね、ずっとじゃあスタートってなって回して、でこのまあカットって言うまで、それはもちろん続くぐらい分かりますけど、もう見えないところぐらいになったら僕もう終わってんのかなと思って、演技なんか裏の人がありがとうございましたみたいに言ってきて、あお疲れ様でしたありがとうございましたって言ってますけど、そのありがとうございました演技の中のありがとうございましたで、それに対して僕普通のもうああお疲れ様でしたみたいな感じで言うような、後ろのあれじゃエキストラみたいな、そうそうそうエキストラ的なことになってもやっぱみんなしっかり演技されてるんで、もうねまあいろいろ勉強にはなりましたからね、ぜひ見てくださいということでね、そろそろでは行きましょうか。はい、ウエストランドのブチラジ言ってください、ね、俺言うもうすっかりこのわずか2週間空いただけで、そうすごいわ、もう一回行きましょうかね改めまして、それではそろそろ行きましょう、いいですか。はい、ウエストランドのブチラジちゃんと言えてないですけどね、まあまあ行きましょう、今日のブチラジ早速コーナーです、まずはこのコーナーからです、教えてウエストランド、
ということでね、このコーナーはですね、皆さんからのメールに僕らウエストランドが、分かりやすく答えるというコーナーです。早速メールいきましょう。はい、ラジオネーム幻の夏、はい、井口さんへ質問です。ああ僕に。はい、今髪型のことで困っています。はい、以前はスポーツ狩りぐらいの短髪だったんですが、はいはい、少し伸ばそうと思い、今は長さ的には井口さんと同じくらいです。こう、ああなるほどね、はい、でも髪型がいまいちかっこよくないんです。はい、先日ユーストで井口さんの髪型を見てかっこいいと思いました。井口さんのような髪型にするには美容院でどのように説明すればいいのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。なんか悪口の匂いしかしない感じなんですかねこれ。もう笑われてますよ。いやおかしなん、いや文章だけ取ると普通にこれをね、モデルとかアイドルの人にこの人のやり方すごいよな。いや向井治にこれ来てたら別に普通にこと進めますけど、これを井口に送ることによって悪口になるすごいですね。お笑いってすごいですね。すごいですよね。送る人によってなんかボケみたいになるっていう、うん、このシステムね。いやいやなんすか別に。かっこいいですよ。だからかっこいいというか、まあ1000円カットでね、うん、美容整形ですこれは行ってきたんですけど、僕いや美容整形じゃないですけどカットしてきて、いや本当は僕はもっと短くしたいんですけど、うん、ドラマにもしかしたらまだ出れるかもしれないって勝手に思い込んで、つながりがあるって信じてあんまり切ってないっていうのがあるんですが、全然出るシーンないんですけどね。粘る粘るっていきましょう。撮影が終わるあと3ヶ月ぐらい粘るっていう気持ちなんで、うん、あれですけど、ただお前ほっといたらすごいことになるかも髪な。だから短い人ってやっぱどんどん切らないと、ポコチンみたいな。そんなことならないよ。全然面白くないですよ。もう正月早々言うことではない。まあまあだから短い人はこまめに、この人も短いならやっぱね月1回ぐらいは切ってるんじゃない。切らないと。僕もでも伸ばそうかな、もう思い切って。いややめた方がいいですよ。なんかすげえ、みんなにやめた方がいいって言われるんだ。いやいやなんかわかんないです。横だけ切って後ろだけこう伸ばせばこうすげえ伸ばすってこと。もう思いっきり、うん、このユーストの画面から出るぐらいまで。モヒカンみたいに。いや普通の生活に困りますからね。まあまあね、なんです結局何でしたっけ。美容院でどのように説明すればいいんでしょうか。適当に言えないですから短めにしてくださいって。いや大丈夫ですからね。もうあコメントいただきましたよ。河本さんの髪型ベムっぽい。まあだからこれもこれでどうかって言いますよね。そうそう、べったりしてるだけなんで髪型。僕ね、そうなんですよ、僕前までパーマかけてたんですけどね、そのペタッとするのが嫌で。パーマもな、カッコつけてかけやがってな。ちょっともう2012年カッコつけるのやめたら。なんかヒゲ蓄えたり、なんかヒゲ蓄えたりシャドーボクシングしたり、もう腹立つことしか腹立つことしかないし、で結局女にモテることしか、女にモテることしか考えてない。で結局なんかテレ東西寄せみたいなひどいことになるし、最終的にはそうそう、あれが一番かっこ悪いんだよな。かっこつけてあげく何がモテるか、あんなもんモテるか、飛んでかっこつけて出てたな。だまあまあ今年はねちょっとね僕らも考えてきます。染めようかなまた。ああ染めて、お前金髪しちょっと金髪にしてる時代ありましたからね僕は。やけに眉毛が真っ黒でなんか変なことになる。そうそう、やっぱ眉毛染めるのって余計勇気いるしな。またなんか眉毛も染めようやじゃん。いや金髪に別しないですし、だっていますから。んのか金髪になってなんか変な感じになってる人一人いるんで、まあ、散々バカにした。今金髪にこの事務所で金髪宗教みたいなできないですから。まあまあね、髪型はねいろいろ気分転換にもなるんでね。まあこの人はね適当に美容院に行って ね、どうせ僕の悪口言いたいだけのメールなんでね。そうでしょうね、答える気も本当に困ってないんですよ。答える気もありません、次のメール行きましょう。ブチラジネーム豆腐、あ、はい、ウエストランドの2人、サワーディー、あ、サワーディー、タイ語でこんばんは。タイ米のネタやってますからね。井口さんドラマ出演おめでとうございます。ありがとうございます。とても楽しみにしています。あ、はい、質問ですが、お二人の学生時代の部活の練習試合や大会でのエピソードを教えてください。ステッカー欲しいです。ここからは読まないでください。ここからは読まないでください。もう読まなくていいんですけどね、まあ、その下に住所が書いてあるんでね。そうですね、ステッカーはお送りしますけど、部活ですよ、ね、ちょうど今日ね高校サッカーの全国大会の決勝と春高バレーの決勝も同じ時間にやってて、うん、ちょうどまあサッカー見てましたけど、ツイッター上ではやっぱ結構すごいサッカーとか白熱の展開だったんで、うわーすごいサッカー一船頑張れ、四中高頑張れみたいな、バレーも盛り上がってる、また部活したいなとか、うわーとすごかったんですツイッター見たら。その中になんかお、バルト出てきたっていう、あの相撲を見てる人とかも時々いる感じ。まあ相撲もね NHK でやってたんで、やってましたね。まあまあいろいろあるんですけど、僕らっていうか、まあ僕はね小中高大学もずっとサッカー部でしたから、うん、まあやってましたけど、僕もねもうあれですよ、小学校の時やってましたからね、サッカーサッカーやって、まあ中学はくじけてやめたけど、くじけて、まあ一応高校はね同じサッカー部でしたけど、まあ何回もこれでは言ってますけどね、うん、弱小でしたから。超弱小です。思い出も何もね本当に、24対1で負けましたからね、サッカーの試合で。ドロドロになってね、ドロドロに。まあそういうのもありましたけど、中学の時が僕サッカー部で結構強かったんで、サッカー部が西中ね、県大会の決勝まで行ったんで、うん、
まあ結構部員もほんと100人ぐらいいて、ね、普通の中学校ですよ、ね、なかなかないですけど、すごかったですね、まあ僕も補欠でしたけど、まあ一応ね、うん、決勝まで行ったんでよかったんですけど、ヤンキーしかいなかったですけどね、ヤンキーしかいないことないですけど、で100人もいるんで、まあヤンキーも もちろんいっぱいいるし、うん、その100人いるから最初の部活紹介で、またヤンキーうまいんだよな、ヤンキーでも確かになんでしょうね、あるあるですよね、ヤンキー結構、ヤンキーってスポーツできますからね、主力なのちっちゃいというか筋肉ムキムキちゃけ背がちっちゃいのね、まあまあそれは人によると思いますけど、まあまあいるんその人もいましたけど個人名はいいですから、あの人は本当に怖いですからね、まあいいんですけど、僕あのボコボコにされたことない、いいそんな話だって誰が喜ぶんですか、いいんですけど、あのだからサッカー部1年生の時はボール使わせてもらえなくてずっと走りで、うん、歩いたら退部っていうすげえ厳しいでしょ今考えたら中1で、うん、でまあ歩いてもバレないやと思いきや、それこそヤンキーの先輩がめっちゃこう睨んで見てきてるんですよ、その走りを、監修役、監修役もいるんですよでも歩いたら退部になるんで、なったやつおるん、いやいや実際はでも結構辞める人とかもいて、まあ、あったりもするんですけど、まあでも結局すごい部員も残って、もう中学の時にな、喉にボール当たったことあったよな、喉にボール当たったことあのだから中学、まあ、部活なんてどこもそうでしょうけど、うん、グラウンド一つで野球とかサッカーとか陸上とかいろいろやるでしょ、うん、で野球部がひどかったんですね、野球部が弱小で僕らの中学、うん、全然野球やってないんですよ、釣りするか墓場でタバコ吸うかティーバッティング、タバコは吸ってない、タバコは吸ってなかったですけど、ティーバッティングじゃないんですよ、正確には釣りするか落とし穴掘るか、うん、フリーバッティングするかしかないんで、ティーバッティングみたいにこうみんなで並んでフリーバッティングするんですよバッティングセンターみたいな感覚でだからあれってちょっとサッカー部の方に向けてな、普通の野球の練習だとみんなで並んでちょっとこう当てて感覚だけやるみたいな感じですけど、もう10人ぐらいなんで俺やーって打ってくるから、それがライナーで、それがライナーで僕の喉に直撃して保健室に運ばれてきたの俺見たもんなって、サッカーしながら、うわこいつどうしたんな思って、サッカーしながら関係ないところで怪我して、あれ救急車来たっけ、救急車来てないですけど、まあまあなんか 大変なことになったよね、危ない、だって俺ら文化部だったけど俺らのとこまで来たもん、結構騒ぎになりました、こうここに当たってこう当たったんで、ちょっとワンクッションあったんで大丈夫でしたけど、うん、直で喉に来たらもうやばかったですよその時おじいちゃんも動いたって、ね、おじいちゃん動いてないですけどで野球部がなくなったなくなってないそんなね、青春奪うほどのことはしないですけどさすがにうちのじいちゃん母でそんな嘘くさい笑いするの本当みたいな、いやそんなことはないですけど、まあでもなんか本当に気を使ってくれて菓子折りみたいな校長先生届いたんですよ、校長先生校長とか動いてないですけどね、校長と市長と、いや市長とか全く動いてないけど、ね、まあまあね、うん、そういうこともありましたから、まあ部活といえばね、本当にそれこそ陸上部が縦横無尽に走り回ってみたいな、うん、で校長先生変わりましたからね、それ変わるだろう、ね、もうその後は変わってないです、そんなそれが原因で孫傷つけたからあいつ首だみたいなのはないですからでもそれが原因で優先日みたいなのが決まったんですよ、この日はサッカー部、そっからあの事件遅いだろ、いや遅いですけど、まあ野球部コース見よったらもう明らかにおかしいから誰が見ても、そうそう、だから野球部の優先日はもう1日ぐらいしかないし、うん、サッカー部これからミーティングするんで第2理科室に集合してくださいみたいな校内放送よくあったんですけど、うん、野球部これからミーティングするんで理科の先生じゃけん、そうそう、何個もの野球部はでも野球部これからミーティングするんで橋の下に集まってくださいみたいななんかそういう会議するとこすら与えられないっていうひどい扱いになってましたからね、まあまあいい思い出ですね、そうですね、せっかくもし見てるね学生さんは部活思いっきりやった方がいいですからね、うん、楽しかったですね、頑張ってください、うん、なんかすげえ嘘くせえ気持ちこもってね悪いけどみたいな、まあ本当に頑張ってくださいよ気持ちなんか本来ねえしな、気持ちありますけど本来子供の時ぶっ壊れたのしな、いやなんて言えないんだろう、まあ本当にね、皆さん頑張ってくださいね、本当に青春っていいですからね、後々いいことになってきますからね、お願いしますよ暗い過去しかねえ、どんなことないですけどね、以上教えてウエストランドのコーナーでした、続いてはブチ押しということでね、このコーナーはですね、毎週僕らウエストランドがですね心がときめいてしまった人や物を紹介するというコーナーなんです、今週は僕です、はい、何でしょう、新年一発目は、以前にも紹介したんですけど、以前にも紹介した沖縄タウンって紹介した、紹介しましたね、はい、あの中にあるラーメン屋で、はい、これグルメですよ、だからジャンルで言えばねまさにブチ押しっていうまあまあ、食べ物紹介するってあんまり僕の麦チョコぐらいしかなかったですからね、あ、麦チョコやったっけ、麦チョコやりましたけど大して反響なかったんでいいんじゃないですか、ラーメン屋なんですけど、いいじゃないですか、世界のリュウちゃんヨシキボウっていうラーメン屋あるなんかもうあんまり名前は良くないですけどねいやこれでも結構テレビとかもう出てるらしいんですよ、そのなんか僕よく行くんですけど、はいはい、家がもうほんと500m 300m ぐらいしか離れてないんですけど、はい、めちゃくちゃうまいんですよ、でも沖縄の沖縄タウンにあるラーメン屋
そう沖縄ってでもそんなラーメンってなくて、ソーキそばぐらいの、でその首里製麺っていうのがまたその沖縄タウンの中にあるんですけど、うん、麺を作るところが、うん、いや、じゃあそれラーメン屋、あ、それもラーメン屋で、ソーキそばのラーメン屋で、その隣にあるんですよね、うん、ちょっとあ変わったマスターというか、あそこのマスターがちょっと変わってると、うん、もう手作り感がすごい、僕ね、結構舌がバカなんですよ。いや、何食ってもうまいし、まあまあ確かにあんまりね、そんなグルメというか食べ物のこだわりはないですね。から、やっぱその店の雰囲気とかもね、結構僕好きで、ああなるほど、店の雰囲気がいい、まあ大事ですよね、それはもうね、うん、でカウンターがあって、このカウンターのね、このテーブルが水槽になってるんですよ、うん、おお、なるほど、ここがお砂が敷いてあって、砂、うん、中にね、水槽の中に、そういうことか、で、その中になんかグッピーみたいな、グッピーかな、うん、あれなんか、まあまあ、その熱帯魚的なやつが、熱帯魚的なやつが泳いでて、それを見ながら食うんですけど、うん、そのまあラーメンもめちゃくちゃうまいんですよ、うん、担々麺なの、担々麺だっけ、辛い方って担々麺、いや僕行ったことないからわかんないです、まあ担々麺ですね、担麺は野菜の方か、そうですね、担々麺、担々麺めっちゃうまい、濃厚ドロドロの、沖縄と関係ある、関係ない、そんなのあり、一つも関係ない、一つも関係ないのだって絶対に、めっちゃうまいほんまに、あそう、女の子は多分嫌い、いやまあまあ好みあるじゃないですか結構辛いの好きな女の子いますよ、うん、結構辛いの好きな女の子いますよ、うん、いやそんなカロないの、なんなんもうどれかわからんもん、じゃあめっちゃ濃い、どういうこと、もう何入ってんだよ、あー、どっちかとや天一というかそういうわけじゃないけど、天一のなんか味がちょっと変わったバージョンみたいなそりゃそうだろうけど、感じで、あ、濃いめの味ってことね、うん、で、その出てくるのが結構遅いんですよ、あーなるほど、うん、だから先にオリオンビール飲む、まあ沖縄ですね、僕がいつもやるやつは、うん、まあそのちょっとね、ストレス溜まった時とかに、うん、あれ食いたいなってなって行って、うん、でまあ出てくるの遅いけん、うん、オリオンビールもね、うん、オリオンビールもそこら辺で最近都内でもオリオンビールって売ってるじゃないですか、結構まあ買えるようになったんですかね今は、あれってアサヒオリオンなんですよ、要はアサヒビールが一回経由して作ってるやつだから、本物のオリオンビールじゃないんです、ないってことね、うん、で本物のオリオンビールが置いてあるんです、ほんの船で運ばれてきたやつか、おう、美味しいんですよね、ちょっと普通のやつより、あそう、味が違う、まあ、沖縄の雰囲気も味わえるしね、そうそう、それを飲んで、まあ、2本ぐらい開けてから出てくるんですけど、うん、美味しいんですよね、とにかく美味しい結局何それもうオリオンビールの話とかで、もうその歌ってるんですよ、これより濃い担々麺があったら教えてくださいって店主が、ああ、じゃあいいじゃないですか、これ今見てる人濃い担々麺募集して、うん、そう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 、言ってやりましょう、そういうとこめちゃくちゃ濃い濃い、まあまあそうか濃いすげえ言われるけど癖があるし、まあまあでも美味しい、だから好きな人はもう中毒になるよあれは、まあまあということでね、ぜひ、うん、行ってみてください、おすすめのラーメン屋なんでね、はい、中英さんとか、ドキドキキャンプの岸さんとかもね来てますよ、ああそうなんですか、うん、そこで会ったりもするということで、何でしたっけ名前を、じゃあもう一回、世界のリュウちゃんヨシキボウですね、なんか名前がちょっと変わってますね、名前がちょっとね覚えにくいんですけど、ね、世界のリュウちゃんヨシキボウが今日の部長していることで、ぜひね皆さんもね、ラーメン、まあ好きな方いっぱいいますから、ラーメン美味しい、都内に住んでる方は、ね、他のメニューもねちょいちょいありますけどね、都内に住んでる方はねぜひ行ってみてくださいということで、以上ブチ押しでした。ということでね、エンディングなんですけど、告知がありましてね、ずっと言ってますけど、タイタンライブレアがですね、1月27日金曜日の19時からありまして、こちらも現在チケットは発売中ですんでね、ぜひね、事務所ライブなんでね、僕らも出ますし、タイタンリニューアルする、今年からちょっとリニューアルして、金額とかもちょっと変わったりしてるみたいなん で、 あ、そうなんですか、詳しくはタイタンのホームページ見ていただければと思いますけど、ゲストが決定しまして、お、ハマカーンさんがゲストに来られてる、すごい、ザ漫才の決勝に出られてましたから、ね、ファイナリストです、ファイナリストですからね、それプラスタイタンメンバーで、爆笑問題さん以外のタイタンメンバーでね、うん、企画ありネタありでね、いろいろやりますが、うん、新人コーナーありでやってきますからね、ぜひ来てください、タイタンライブレア1月27日金曜日の19時からですので、よろしくお願いしますということで、次回のユースト、タイタン放送局はですね、1月16日月曜日の20時からですんでね、こちらもねお願いしますよ、なんか疑問ありました、はい、あ、19時なんですね、19時からですか、だから毎回それ言って、爆笑さんのラジオですらで、もうもらったかん、この台本の僕が読んだだけなのに、それに食いついてきて、え、時間違うでしょみたいな言って、結局変なことになるっていう、違うと思ったんだ、違うわけないですから、ここにある段階でもうそんなねちょいちょい変わるでしょ、なんか30分後だから、前も言ってますけど、土曜日は早いんですよ、土曜日開始だと、今回金曜日なんで19時からなんでね、っていうのがあるんで、そこら辺はね、もう本当に関与しないでくださいね、時間に関しては一回その爆笑さんのラジオに出た時、品川庄司の品川さんのトークライブ
があってみたいな。ああ、ありました。で、田中さんがまあ品川プリンスでありますからねって言ったら、え、品川プリンスじゃないでしょみたいな急に言い出して、なんか結構なんか本当は別に品川プリンスだったっていう、ボケだと思ったのね。そんなんだから、あの開催地と開催時間には一切首を突っ込まないでくださいみたいな。事務的なこと、事務的なことには一切ね首を突っ込まないでください。もう何にもしませんよ。お願いしますよ、本当に。そっちの方が助かりますから、助かります。ということでね、ウエストランドブチラジアですね、メールを、メールを、いや、まあ、それはいいじゃないですか。あの、メールをね、募集してますからね。すべてのコーナーへのメールはですね、butch@titan-happy.jp、butch@titan-happy.jp ですからね。もう、2012年、うん、どんどんね、ステッカーもね、あの、本名と住所を書いていただければ、ステッカーもお送りできますんで、そうですよね。どんどん送ってきて。太っ腹ですね。どんどん送ってきてほしいです。抽選とかじゃないですね。まあまあ、採用されればですね、採用されれば、お送りしますんで、どんどんメール、皆さんのね、メールあってこその番組ですんで、ポッドキャストでも来ますね。来週のぶち押しもなんか言っときますか。来週のぶち押しは来週言いますから、今言う、そんなシステムなかった。来週のぶち押しはスポーツブラです。いえ、そんな全然盛り上がってもないし。何それ。スポーツブラ、まあ、僕スポーツブラ好きなんですよ。いや、いいです。じゃあ再来週スポーツブラにします。僕、いや絶対ダメだと思うよ、それは。ダメかな。僕らが買ったことある。じゃあ体操服、体操服。いや絶対ダメ、そういうシリーズはダメです。体操服は自分が着るというのはではいいですけどね。自分着て何がおもろいんですか。いや、それ知らんわ。人のことはもういいですから。ということで、ウエストランドのぶち味、また来週。さようなら。さようなら。